今回は治療に結びつける動作分析として歩行のバイオメカニクスについてご紹介したいと思います。まあ、前回までの歩行のバイオメカニクスとしては、まあ、こちらですね、まあ、倒立振り子運動と、まあ、側部のロッカー機能、まあ、これによって、まあ、重心の滑らかな動きを出すことができるというふうにご紹介しました。まあ、そして、まあ、誘客機の話なんですが、まあ、こちらですね、まあ、二重振り子運動という機能を使って、まあ、誘客機の下肢の振り出しですね、まあ、それを行うというふうに解説しました。まあ、この辺の詳細は、まあ、前回以降の、まあ、動画で確認していただければと思うんですが、まあ、今回は実際にこの倒立振り子運動と誘客機の二重振り子運動によって、まあ、どのような正常歩行ですね、まあ、それを呈するのかっていうことについて、まあ、少し簡単にご紹介したいと思います。で、まあ、こちらが正常歩行の特徴になるんですけど、まあ、こちらが歩行周期のイラストですね。まあ、歩行周期で言いますと、まあ、立脚期に、まあ、少しこう膝が軽度屈曲すると、まあ、そしてで振り出す時にも膝が屈曲すると、まあ、というのをバイオメカニクスで解説しました。まあ、そしてあとはまあ側部の機能ですね。まあ、こちらヒールコンタクトからフットフラットになって、まあ、ヒールオフの時に、まあ、筋肉の前脛骨筋から下腿三頭筋が、まあ、働くことによって、まあ、速関節を機能させていると、まあ、というのをバイオメカニクスでご紹介しました。で、まあ、今回は、まあ、さらにこの実際に具体的な動きですね、まあ、どのような動きを呈するのか、まあ、というのをこちらの表に一覧にまとめてみました。まあ、要するに、まあ、重心の移動がなだらかになるということだったんですけど、まあ、実際に重心の上下の移動なんですけど、まあ、これはだいたい 4.5 から 5 センチのサインカーブを描くというふうに言われています。まあ、要するに 4.5 から5センチの上下の移動ですね、まあ、それを呈するということになります。まあ、そしてこの最高点は、まあ、立脚中期と、そして最低点はヒールコンタクトということになります。まあ、ですので一番低いのがこのヒールコンタクトの時で、一番重心の高いのがこの立脚中期ということになります。まあ、ですのでここから低くて一番高くなるというようなイメージになります。まあ、そしてまあ骨盤の側方移動なんですけど、まあ、これは立脚期に 2.5 から3センチずつ動くというふうに言われています。まあ、この側方移動というのは、まあ、重心のこの上下の運動以外に今度は右左への重心の移動ですね、まあ、これが 2.5 から3センチずつ動くというふうに言われています。まあ、要するにこの右下肢の立脚中期から左下肢の立脚中期ですね、まあ、その間にこう重心がこう右左に動くということになります。まあ、それがだいたい 2.5 から3センチと言われています。で、3番目が骨盤の水平面での回旋なんですけど、まあ、これは左右に4度ずつ動くというふうに言われています。で、まあ、この骨盤の回旋なんですけど、まあ、ヒールコンタクトの時に前方回旋するというふうに言われています。はい。まあ、ですのでこの右下肢を振り出して、まあ、かかとが床に接地する時に、まあ、右の骨盤が前方に回旋するということになります。まあ、それが左右4度ずつということになります。で、まあ、4番目が骨盤の側方への傾斜なんですが、まあ、これがまあ立脚中期の時に反対側が5度下がるというふうに言われています。まあ、ですのでこちら、まあ、立脚中期ですね、まあ、この時に骨盤が水平に保たれるわけではなくて、まあ、5度程度は少し下がるというふうに言われています。で、5番目が下肢の軸回旋なんですが、まあ、これは誘客期に25度内旋して、まあ、立脚期に外旋して元に戻るというふうに言われています。で、この内旋というのがヒールコンタクトの時に最大内旋、そして立脚期に外旋して元に戻るというふうに言われています。まあ、ですのでこの誘客期の振り出した時に、まあ、徐々に内旋していって、ヒールコンタクトの時に最大に内旋して、まあ、そして立脚期の間中こう外旋をするというような動きになります。で、まあ、次にこの6番目の膝の屈曲なんですけど、まあ、最初にご紹介した通り立脚期では約15度で、誘客期では約60度屈曲するというふうに言われています。まあ、ですのでこの立脚中期のこの膝の屈曲は、まあ、わずか15度程度屈曲するということになります。で、まあ、逆に誘客期の膝の屈曲は60度程度屈曲する必要があるということになります。まあ、このようにまあ細かくまあ角度ですとか、まあ、移動範囲ですね、まあ、これを調べるとまあどのような利点があるのかっていうことなんですけど、まあ、これがまあ実際に治療に応用しやすいということになります。まあ、前回以降ご紹介しているまあ治療への応用なんですけど、まあ、セラピストがまあ患者さんの骨盤なりまあ下肢なりを持ってまあ誘導とかをする時の
まあ、目安ですね、どれくらい誘導したらいいのかっていうところの目安が、まあ、こちらの、まあ、数値で把握することができるということになります。まあ、ですので、まあ、実際に骨盤の回旋とかをこう誘導するときに、まあ、4度程度ですので、まあ、実際にはこうわずかな誘導ですね、もうほんのわずかな誘導だけをしてあげるということになりますので、まあ、これを知ってると知らないとではこのセラピストの介助の仕方ですね、まあ、それが変わってくるかと思います。まあ、この角度が分からずにこう闇雲に大きく動かすと、まあ、それは逆に正常な歩行から逸脱してしまいますので、まあ、この角度ですとか、まあ、移動の範囲ですね、まあ、それを知っておくというのは重要になってくるかなというふうに考えています。まあ、この辺を理解しながら、まあ、歩行の誘導ですね、まあ、徒手による歩行の誘導を繰り返しすることで、まあ、セラピスト自身もまあ上手になっていくと思いますし、まあ、実際にまあ結果として歩行の改善につながるということになります。今回は以上になります。